です。ヒューマン爆弾の宇田さんです。リクエスト来ておりました。その戦闘力だけ見て、極道最強格は誰と思いますか？これね、すいません、結構前に撮ったんですよ。カットまで済ませたんですけど、ちょっと俺コメントを読み間違えてて、最強は誰だと思いますかって読んじゃってて、最強格ってことは、その最強度に入る人間がどれだけいるかってことですよね、多分。俺一人で選んじゃったんで、ちょっとそれだとコメントに答えれてないなと思ったんで、取り直してます。むずいですね。最強格ね。まあ、トガリと小林は確実。俺的には森若も入る。ここの最強格ってことで並べるけど、この中で優劣はあるよ、強さに。けど、ここ3人は 100% 入る。まあ、やっぱ理由としては、やっぱりその幼少期から受けてるその訓練っていうのが強い。そこでの戦闘力がやっぱりあるので、素の戦闘力って部分を見ると、やっぱ強いんですよ。この尖とか小林森若っていうのは、そのもう環境が過酷すぎるじゃないですか。やっぱ身につく量というかがレベチなんですよ。そうね、一条を入れるか入れないかって感じなんだけど、まあ最強核なんで、一条も入るかな。わなかなんだよね、難しいのが俺の中で。執念と精神力抜いて戦闘力っていう話になるから、あー、まあ最強核ってなったらわなかも入るよね。入るな。で、一条を入れるとわなかも入ることになるね、俺っていうのは俺の中で言うと。で、わかんないのが、陣内なんだよね。あいつクソ強いと思ってるんだけど、描写が少なすぎて予想できない。と、上白組のあいつだよね。1号だっけ？特殊警察。あいつもまだ描写が少ないから。伊集院先生の話で一回出てきてるんだよね。まあ、あいつも入りそうだよね。強そうだもん。一時前だったら軌道も入れてた。俺はここに多分。軌道は俺クソ強いと思ってるからさ。更新されないからな、もう退場しちゃってるキャラは。そこがむずいよね。どんどん更新されていくじゃん、強さって。だからそうなってくると軌道は入らんのよ。人食い異能の全盛期とか、そういうのは除くじゃん。そういうのは抜くって考えるとその辺だと思うな。まあ、獅子王からは厳しいんじゃない？イブはクソ強いと思ってんだけど、最強格ではないと思うな。まあそんなところ？そんなとこじゃないかい？もっと細かく査定して、もっと絞っていいんだったら、俺は尖り小林のみになる。スーさんの幅を広げると、一条とか和中とか森若も入る、最強格。っていう感じだと思いますね。これからもどしどし、リクエストお待ちしています。よろしくです。本日の動画は以上です。腹痛ドーパミンでは、各メンバーが企画した様々なことをテーマに、いろんな動画を出しています。他の動画もぜひ、